はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼードレベルアップライダーシリーズ09コンバットゲーマーです。はい、これは仮面ライダースナイプ用のレベルアップアイテムで、ジェットコンバットで召喚されるゲーマーですけど、これでついにレベルアップライダーシリーズもレベル3フィギュアが全て揃いました。外箱はいつも通りの大きさで、ぐるっと見回すとこうで、これまでのレベル3系より色とか形がすっごい派手ですよね。いつも通りガブッと合体変形で、次のハンターゲーマーも乗っております。ではレビューしていきます。テープを切ってパカッとせいのよっと。お、なんか色が多い。今回色分けが割と細かめかな。オレンジの発色もすっごい綺麗で、あ、やっぱり塗装多め。ガトリングガンもついてます。はい、中身はこうなってて、コンバットゲーマー本体と腕パーツ代わりのガトリング砲が2つ、交換用のゲーマードライバーがついてます。これまでで一番造形がはっきりくっきりしてて、レベル3ゲーマーも最後にすごいいいやつが来ましたね。ガトリングガンは左右がありませんから、どちらでも OK で、ガチャッとジョイント部分にはめ込むことで、完成、コンバットゲーマーです。はい、本体をぐるりと見回すとこうなってて、大まかな形状はいつものレベル3用のゲーマーと変わりませんが、今回はオレンジの成型色をベースに、ここは別パーツでベージュになってて、他のここのベージュとか STG のマークとか顔周辺の黒いところは全て塗装で再現されております。戦闘機のシューティングゲームですから、顔部分にゴーグルがあって、これがミサイルじゃなくって、機種部分かな？戦闘機の先でガトリングがあって、羽もついております。ここは羽とエンジン周りのような造形で、あ、コックピットもありますね、ここ。面白。他のゲーマーと比べるとこうで、これまで以上にいろんな要素が詰まってますし、今回はすごく安定して自立します。高さも若干ありますね。可動箇所は変形の関係で口がガバッと開きますし、悪そう。ここもカチッとロックして、ガトリング部分は横方向とヒンジで上下に動くのと、足は変形の関係で横可動。羽パーツとかは引っ張れば取れますが、特に回転とかの可動箇所はありませんから、基本は腕を動かすのみですけど、口をガバッと開ければかなりポーズの印象を変えることができます。今回は単品力がある。では仮面ライダースナイプと合体、手順はおおよそいつも通りですから、マントを外してゲーマードライバーを引っ張って取って、二本差しのものに付け替え、さらに前髪を上げておいて、コンバットゲーマーの口をガバッと開けて、ここが胸パーツで、この部分が肩パーツになりますから、横にずらして中から顔のパーツを展開で、いつも通りここのジョイントを使って上からスッとはめ込んでロック。ここのヒンジを軸に前にパーツをずらします。ちゃんとはまってませんでしたね。はめ直してカチッと、顔パーツを前にカチャッとはめ込むんですが、今回は、おお、カチッと軽くロックするような感じ。位置超バッチリ。バイザー部分と目の位置が超完璧。あとはガトリングの根元のパーツを前に持ってきて、ここにグリップがありますから、グリップを握らせれば、完成、仮面ライダースナイプコンバットシューティングゲーマーです。おほほほ、ごっつい、テレビのボリューム感まんま。いや、今回めっちゃいいです。ロボットゲーマーとかビートゲーマーより、より本編のイメージに近いかも。後ろ結構出っ張ってますね。
全体をぐるっと見回すとこうで、意外と後ろに重心がなくて、自立はすごく綺麗。ここにガトリングガンが大きくありますから、その分少し前に重心がいってて、かなりバランスがいいのかな？立たせやすい。近づいてみると、このようになっております。平成ライダーでも、ここまでの重装備のライダーっていうのは、珍しいですよね。ちょっと仮面ライダーバースのバースデーを思い出すかも。というか、ガトリングガンを武装してて、空中戦対応とか、めちゃくちゃ無敵すぎる。他のレベル3に比べても、より強い描写ですもんね。さらに、顔周辺を近づいてみるとこうで、ここに戦闘機があって、ダクト的な造形がありつつ、戦闘機のパイロットのようなマスクとゴーグルがあって、めっちゃかっこいいんですけど、レベル3の中では、僕、チャンバラバイクゲーマーが一番好きだったんですが、これ好みかも。超かっこいいんですけど、これも。というか、マントを羽織ったシューティングゲーマーのスマートさとは、だいぶ差があって、レベル3の見た目は相当荒々しいです。ガトリング部分はしっかりとグリップを握れてますが、可動的には、上下にこの状態で動くのと、左右の可動はありませんね。回転はできますので、微妙に位置調整はいけますけど、腕の位置が、でも結構いけるかな。これで外側に向けて持てば、全方位発射みたいなフルバーストっぽい角度もいけますし、意外と動きますね。本来武器は1個しかありませんけど、両手にガシャコンマグナムを持たせることで、完全なフル装備状態に仕上げることもできます。というか、コンバットゲーマーはほんとパーツが安定してて、割とグリグリ動かしてもポロッと取れることもありませんし、重心も安定してますから、すごい遊びやすい。相変わらず首の可動は制限されておりますが、腕は肩パーツに全く干渉してませんから、羽がこの当たると、ちょっと簡単に取れちゃいますが、ぐりぐりと動かせて、下半身も自由ですから、魂ステージがあれば、空中浮遊ポーズの攻撃状態なんかも再現することができます。これもいろんな角度から見てもいいですね。少しポーズを変えると、こんな感じ。さらにいろいろとエフェクトを使うことで第8話の対決シーンも再現することができます。必殺技状態もいい。そしてこれでレベルアップライダーシリーズのレベル3フォームがすべて出揃いました。個人的にはボーイズというアクションフィギュアがすごく好きなので、まだ始まって3ヶ月とかの状態でライダー5人にさらにパワーアップフォームと、こんないろんな形で遊べるって夢のようなラインナップですけど、やっぱ多人数ライダーいいですね。おもちゃで遊ぶ側としてはすごい楽しめます。そしてそれぞれが全く違うコンセプトで、ゲームっていう共通点はあっても見た目の統一感が全然なくて、まあでも全体的にはメカメカしく仕上げてあって、そういう部分では共通点もありますかね。近づいて見ていくとこのようになっております。スポーツゲーマーだけこうやって見るとすごくさっぱりして見えますが、なかなかみんな上半身がごつくって見た目いいですね。特にコンバットシューティングゲーマーのスナイプとチャンバラバイクゲーマーのレーザー、この二人がおもちゃ的には好みです。一番遊びやすいのはこれですね。すごくパーツ本当安定してます。次はハンターゲーマー関連のレベル5が来ますから、これも4人全員が装着するとどういう見た目にまとまるかが非常に楽しみです。ではコンバットゲーマーに戻しましょう。逆の手順で腕を外してガトリングを下に下げたら、顔のパーツを外してから腰のロックを外しつつ上に引っ張り上げます。ここのメット部分が微妙に引っかかるんですよね。前髪を外してからの方がスッと取れます。そして口を元に戻して、
顔も収納して足も前にすれば、はい、コンバットゲーマーに戻れました。相変わらずお手軽。ということでレベルアップライダーシリーズ09コンバットゲーマーを使って仮面ライダースナイプコンバットシューティングゲーマーを完成させました。花やタイガが使うゲーマーらしくちょい攻め気味のデザインで、尖ったデザインの各パーツなんかも合体後はスナイプにすごく馴染んでましたね。これでレベル3系は一通り揃いましたけど、特に今回のはかっこよかったですし、レベル5用のハンターゲーマーは4人プレイが基本っぽいですから、当分はこのフォームが活躍しそうな感じですね。とりあえずほんと重心が安定しててかなり遊びやすくて気に入りました。以上、仮面ライダーエグゼードレベルアップライダーシリーズ09コンバットゲーマーの紹介でした。